皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガコーナーです。えー、ちょっと今、アレクサが喋りましたけれども、えー、私、有料と無料のメールマガジンを発行しておりまして、えー、このチャンネルの概要欄にもリンクを2つ貼っております。で、内容としましては、日常生活から 人生設計まで様々なジャンルの皆様に役立つ内容を紹介しております。はい。ぜひ無料のメールマガジンをご購読、ご購読いただけるとありがたく存じます。はい。ということで、この YouTube 配信ではですね、あの、過去に発行したメールマガジンの中から 一部を抜粋して皆さんに紹介させていただきます今回は脳が衰えない人の習慣ですはい、そうですねまず申し上げたいこと脳を鍛えるのに年齢制限はありませんということですはい、そうですね脳は何もしないでいると 30代からもう老化が始まり、どん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 気づけば、ということになってしまうわけですね。はい。ですが、成功する脳を防ぐ、老化を防ぐ、そのような、えー、ことができます。簡単ですぐにできて、効果があって、楽しくて続けられるものです。 はい、それは一体どんなものなんでしょうかそれはですね、えー、まあ、脳の過疎性という、えー、性質に、えー、基づいたものです。脳の過疎性とはですね、脳は刺激を受けると変化する。つまり、刺激を与えればいい,んですがい,いわけですね。そうすれば、 40歳になっても、60歳になっても、90歳になっても、逆に若い人であっても、脳がさらに鍛えられるということが分かっています。はい。で、そのやり方とは、ちょっとお待たせいたしましたが、なんと簡単です。写真を見ることです。写真を見る。 はい、どんな人が写ってるかなお、この人はこうだなとか、背景はこうだなとか、いろいろ情報が盛りだくさんですよね、写真。それを次々と見ることです。なぜこれがいいのか。視覚の情報量というのがものすごく多くてですね、あの、脳は。えー、大脳新皮質と呼ばれる、いわゆる人間だけが発達した あの脳の分野があるわけですけどもそこがなければ人間は知能を持てないですはいここのうち約50%が視覚目の処理に使われていますはいなので例えば予想外のおっと驚くような写真とかそういうものなんか特にいいですはいそうですね特にいいのはそんな写真ですはい 他にもですね、リラックスしている人、自然の緑がある写真、そうですね。あとは躍動感のある写真、あの、1964年のオリンピックのポスターのような写真ですね。はい。わかる方にはわかると思うんですけれども、はい。そうですね。はい。ハラハラする写真、バンジージャンプをこれから飛ぶぞとか、あと、飛んだ瞬間とかですね。はい。そうやですね。あとは 視点が増やせる写真。草花、花、そしてそこに鉢とか、そんな感じですかね。はい。そういうものも良いでしょう。あと、たくさんのものから選べる写真。例えば、果物が一個ずつ、たくさんの果物が載っているカゴとか、そういうのがいいでしょうね。はい。さて、なぜ、なぜ、写真で鍛えられるのでしょうか ね、見えそうで見えないとかいう写真とかもいいんですけどねさてさて1枚の写真をさまざまな視点でこれちょっと先に申し上げましたけどもねさまざまな視点で見たりそして考えたりすることこれがいいんですね、はい、ぼーっとまずは眺めているあの絵の見方と一緒ですぼーっとまずはうーんと何も考えずに見る。 そこでなんかいいなぁと思った後にちょっと斜めから見てみたり近づいてみたりとかしてえ写真じゃなくて絵を見るというのがよく絵の見方としてねあのいい見方だよって言われたりするしてますけれどもそれと同じです写真も同じように見ていきましょうはいそうですねそうです まあ身の回りの写真でも応用できます。そういう写真が撮れ,る撮れてるのがたまにあれば。だから、自分がたまたまいい写真撮れたと思ったら、もうそういう写真だけフォルダーにコピーしておいて、それをたまに流せばいいんですよ、あのスクリーンセーバーで。そしたら、どん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 脳、NO、が鍛えられます。素晴らしいことですね。はい、写真でいいんです。 もちろんデジタルでもいいですよ。PC の画面にポーンと映せばね、いろいろな情報がそこに載っているわけですから。あ、この背景とかいいんじゃないですか今のこの背景ね。はい。様々な情報載ってますからね。はい。目が痛いぐらいいろんなものが光ってるでしょ。はい。まあ、こんなの見るのもたまにいいんじゃないですかね。はい。あの、私のチャンネルを見ると脳が鍛えられます。<laughs> 私のトークを聞くと、トークが面白くなくても、 脳が鍛えられます、はい、ぜひご覧ください。<laughs> 冗談ですよ、はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。あ、メールマガジンよろしくお願いいたします。